はい、TV をご覧の皆様、えー、水橋雄一です、えーとまあ、前回からですね、まあ、あのクラブのトリセツシリーズということで改めてゴルフクラブの取り扱いというものをちゃんと多くの視聴者の方に理解していただきたいという思いからもう一度、えー、細かく説明をしているところではあるんですけども「まあ z a t v の第1回目ぐらいの時から初回の時からクラブヘッドはしっかりとこうターンさせましょうということを、えー、ずっと言い続けているわけですけども 前回のですねこの左手の片手打ちの時にですねこのままこう当てた時に、えー、ヘッドからこう当てるいわゆるこう手首を止めてヘッドをボールに戻す動きは基本的に NG ですよとあくまでも左手でクラブを引っ張ってきてフェース面をボールに対して付き合いに当てましょうということを前回あのこれがまあゴルフのいわゆるインパクトの基本ではあるんですけどもこの,この動きをしっかりと取り組んでくださいという中で インパクトの時にフェースがスケアにまっすぐに当たれば、まあ、当然球はまっすぐに飛ぶわけですね左手の片手打ちでクラブがしっかりまっすぐに戻って球がまっすぐに飛べばこれは正しいインパクトをしているという理解でいいと思うんですけどもそもそもゴルフクラブというのはその練習をまああの動画で配信した時ですねコメント欄の中であのフェースをターンさせる動きとこのフェースをターンいわゆるまっすぐに当てるってことが えー、うまくリンクしないと思いますみたいなことをコメント欄の中に入ってきたので、えー、そこに対してちょっと掘り下げて細かく説明をしていきたいと思うんですけどもゴルフクラブというのは、まあ、例えば皆さんこう空中にこうやってクラブを持ってもらってですね、まあ、何ならちょっともうつまんでいただいてもいいと思うんですけどもうちょっと重たいかもしれませんがこの状態ですね力が全く入れられない状態でクラブを引っ張ってきたらこうご覧のようにですねフェースっていうのは必ず開く方向に動きます。 これはなぜかというと、まあ、当たり前なんですけどもシャフトの延長線上に対して右側に重さがありますフェースっていうのはシャフトの延長線上か右側に鉄の塊があるので右側に重力に従ってクラブがこう落ちるように、まあ、作られてるわけですねなので何もしなかったらクラブを引っ張ってきたら重力に従ってフェースはどん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 開く方向に、まあ、動いてしまうわけですねでこの開く方向に動くものに対して いつも言うようにフェースをターンさせる動きを相殺させないと相殺して使わないとこのようにフェースは球にまっすぐ当たらないんですなので、えー、この練習をしているとフェースなんか返してないじゃないかっていうコメント欄が来たんですけども実は返してなかったらどうなるかというとこのように球は右に飛んでしまうんですねなぜならばクラブが重たくてフェースが開く方向に動いているのでなのでクラブの取説で最も大事なのは フェイスをターンさせるいわゆるクラブを回転させるということを何度も説明してるんですけどもこの回転動作を意図的に最初はちょっと入れようとしないとですね基本的に片手打ちはほとんどの方が右に飛んでしまうんですねクラブが右向くからですなのでクラブの取り扱い的に引っ張った時にフェースをターンさせる要するに視点が左側にずれてきた時にフェースは重力によって開く動きに対して シャフト軸を回転させることによって初めてスケアに戻るっていうのが正しい感覚なのでやっていくとフェースをずっとまっすぐに維持しようというふうに実際に維持できた方というのは開く動きに対してターンを無意識に入れてないとフェースはまっすぐにならないってことなんですねでここをぜひ理解していただきたいですなのであからさまに返してるって感覚はないかもしれませんが 自分で感じてないうちにフェースが開いているということに対してターンさせてまっすぐ戻す、これが本来のクラブのターンの動きなので、まあえっと、ゆっくり見ていただくと分かるんですけどもよく見ていただきたいんですけどただ引っ張るだけだと左手の甲はこういう状態ですね。こういう状態ですなぜならばフェースが開くから手がこのように動きます。 手元ががが浮いいててヘッドが下がるようなな動きになってしまいます、ね、でこの動きに対してシャフトをターンさせてくることによって、まあ、この前腕を見ていただくとあるんですが前腕がこうターンすることによって初めてフェースがボールに対してこうスケアにヒットしてくるとなので何もしなかったら本当にこうなります当然開いたまま当たりますこれに対してシャフトを中心に回転させるで多くの方はこの動きは当たり前になるんですけどこれを 自分の力でフェースをまっすぐ戻そうとして結果尺に打ちになったりとか結果引っ掛けたりとかいわゆるスケアに逆に逆当たらないんですねであの、まあ、僕の番組を見てる当初の方からもう一番多い質問はフェースを返したら左行っちゃうんじゃないかと言われる方がコメントでも多分もうここ8年で多分。 100件じゃ効かないぐらい来てると思うんですけどもなんでフェースをターンしても左に行かないかっていうと開く前提でクラブをターンしないとまっすぐに戻らないから結局はフェースをスケアに当てるためにはこのターンをさせる要素っていうのは必要不可欠だからフェースをターンさせましょうということをずっと言い続けてるわけです。なのでこの仕組みを理解するとあそっかターンをさせるってことは球を捕まえるってことではなくて開いてしまうクラブをスケアに戻す作業なんだってことを理解すると。 適正に視点が左側にずれてフェースが開く動作に対してターンをして球がスケアに当たるってことがすごく理解できると思いますのでえぜひですねこうフェースを返さないから俺は球右行くんだとかあのフェースを返したら引っかかってしまうんだっていうふうに脳が理解している方は前回の左手の片手打ちをして視点を左にずらしてフェースが開く動きに対して相殺するターンを入れるってことを理解すると。 まっすぐに打つってこととが初めてわかると思いますのでぜひこの取説の根本的なこのシャフト軸のターンっていうのはあくまでもクラブを返すってことじゃなくて開くクラブを元に戻すっていう理解でやっていただくとあだからターンしなきゃいけないんだっていう、えー、より理解が深まるんではないかなというふうに思いますので是非ここは勘違いされないように理解していただきたいと思います。